了解しました。3号機ですけれども、7時39分にドライウェルスプレーをかけました。かけました。7時39分ドライウェルスプレー了解。ドライウェルスプレーってなんだっけ、どの機能、動くんでしたっけ。はいはい、ドライウェルスプレーはですね、はい、本来であれば、SLC とか、SLC の注入とか、ADS で減圧して、注水を期待するんですけれども、今まだそれがすぐできるかどうかわからないので、少しでもドライウェルの圧力を下げておこうというので、FPK でスプレーをかけます。 FPK でスプレーね。そうです。はい、了解。参加される方は中央のエリアにお集まりください。ちょっと今の作業の状況なんですけど、